はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー XYZ、では今回はランゼルト遺跡の方やっていきたいと思います。まあランゼルト遺跡なんだかんだで、まあ、シブアとか取ってた関係で伸びてしまいましたので、今日はちょっとランゼルト遺跡進めていきましょう。ようやくたどり着いたよな。しかもさ、この何迷路みたいな遺跡おかしくないか、構造が。設計者誰だ、設計者は。まあこういう設計者とかはね、やっぱり独特な感性を持ってる人とかいますからね、この芸術的なものに関しては。まあ俺はちょっと芸術はね、理解できないところがあるんで、ちょっと独特すぎるものを見せられてもね、ちょっと何にも感じないですね。おお、そして左右では火が燃え続けてるけど、これはずっと燃えてたのか。いつかは消えるでしょ、だってこの火とかわざわざつけたのかな。常闇のベリアス、この忌々しい場所にあるはずだ。何が、どうした。突然真っ暗になって、ああ何、これを破壊しようとしたの。この台座を破壊することにより、台座の中に何か隠されてたんですね。パラデイアの神器、これこそが私が求めていたもの。これがあればクリスタルの結界をたやすく破壊することができる。そんなもん作ってたの、パラデイアの神器。下天の時代は終わりだ、帰還の時は近い。こいつ一人ごと一人でさ、待っているがいい、愚かな我が同胞たちよとか言ってるんでしょ完全中二病だな。体力10も消耗すんのか。あとか受けるな。まあ、適当に何人かフレンドは登録したけど、まあ、知らない人たちです。コーヒーとかアルビス、この人のクジャ48レベル、ちょっと見てみよう。よければ連れて行こう。魔法サンダカがあるね。サンダカがあるんで、このクジャを連れて行きましょう。この神殿は大昔に作られたものらしいぜ。でも今の技術じゃ説明できないものもあるみたいだな。ここにあるものを作った人たちはどこに行ったの。もう誰もいない、古代人は滅んでしまったと言われている。ふーん、滅んだんだ。これは機械兵だな、完全にサンダカじゃないか。でアンズルムとかはもうストンダとかしかないからな。どうしよう、このお二人さんは魔法使うよりもね、やっぱ多分攻撃した方がいいと思うんだけど、まあ二人いるんで。サンダカ、上が弱点だな。最近っすね、なんかちょっとアプリがちょこちょこ落ちるんすよね。 FF だけじゃなくて、ちょっとパワープロの方もなんか落ちる頻度が高くなって、特に試合中っすね。前っていうか最初の方はそんなことなかったのに、なんか1回落ちてからなんか結構頻繁に落ちるようになっちゃいましたね。何なんだろうな。スペックはね、結構いい携帯のはずなんですよ。まあ、最新かって言われたら最新でもないんだけど、別に悪いスペックでもないんで、まあ、もともと最初はね、できてたんで全然いいんですけど、今ちょっと落ちる頻度がだいぶ高くて、結構ね、ストレスになりますね、やっぱり。このアプリが落ちると。あれ、これなんだ、新しい道具じゃないか。今更っていう。3戦目か、少し。あーでも1体だからな、リミット使ってこうかなと思ったけど、1体だから
ちょっともったいないですね。自己修復。ちょっと待って、これクジャはサンダバ打とう。あとは攻撃でいいか。アンジェルムもね、杖装備させてるんで、攻撃よりは絶対魔法の方がいいと思うんだけど、よし、ここは全力でいきましょう。お、なんか変なやつが出てきた。でも一般兵か。すべての総力を結集する。落ちろー。殲滅完了。あと召喚獣か、これも使えばよかったかな、残ってるんだったら。シーブワンって誰に装備させてたっけ。お、光の石刀、公文死体、これは初めてかな。ランゼルト遺跡の回廊。あ、エクスデスがいるな。エクスデスにしよう。レベルはマックスだからまあ大丈夫でしょう。さっきから見たことのない機械が襲ってくるぜ。この機械って、どうしたフィーナ、機械に見覚えがあるのか。うん、見覚えはないけど、不思議なの、なんか気になるっていうか。フィーナ、これ古代人の可能性があるな。ずっと眠ってた。レインとラスウェル、ちょっとブリザードとスパイガーでどれくらい当たるかちょっと見よう一回。どうだ、900か。1000は当たらないんだな。あー、まあ1000弱か。サンダーワーだって、 XS の1600、1200か。でもそこまで完全に魔力が高いってわけじゃないんだな、 XS も。アンゼルムとかどうなの、だって今さらさ、ストンラって。700か、まあそこそこだな。で攻撃が600で、フィーナにいたって300しか当たんない。まあいいや、あとはちょっとオート攻撃していくか。あ、ラフエルも攻撃すると2600当たるからな。まあ、村雨を装備させてるっていうのもあるけど。敵が3体いた時は確実に魔法を使った方が効率は良さそうだけど、1体2体になってくると。こいつらか、全然見たことねえやつだな、上のやつとか。まあ、最初は魔法を打っていく方向でいきますか。グラビレとかもいいんじゃないかな。最初にグラビレを打ってヒットポイントを減らすと。グレートリザープラズマ毒粘液、ちょっと毒は回復させとこう。プラズマって今どうなった？なんかよくわかんねえな。ヒットポイントが減った感じはしないけど。なんだ、変な柿の種みたいなの落としてったぞ。またリミットがちょいと溜まりつつあるな。フィーナはリミットを託せるんで、レイン使っちゃいますか。いや、また。こう3戦目になると1人だな、使おうかなって思うとやっぱもったいないなみたいな。大体さ、1体でこいつ出てきて何なの。まあ機械がね、意思を持ってるかって言われたら人が乗ってるわけじゃなさそうなんで、そういうところに配置されたとしか言いようがないんだけど、6人に対して1体で向かってくるなんて無謀にも程があるだろう。まあフィーナもこのままヘブンズジャッジを打ちましょう。エクスです。ここは、あ、そうか、この人あれだ、フレンドだからアルマゲストが打てる。ちょっとアルマゲストが見たことねえし、
え、なになに？状態異常？そういや、アルマゲストってそういう技？あ、ダメージは通ったか。すげえな。状態異常にしててダメージも当たる。しかも複数状態異常だし。やっぱ星5キャラの必殺技はいいな。レインとラスエルは偽星5だからな。一生懸命一生懸命育ててここまで来た。じゃあ地下1階。さてさて誰にしようかな。じゃあいつものレオンを連れていくか。ジタンになってんな。ジタンはどうなの？何キャラなんだ？特にすげえっていう技を持っているわけでもなく、まあじゃあ最初は魔法で攻めましょう。エアロにしてみようかな今回は。毒ね、おー毒った。毒はねやっぱりちょっと回復させときたいんで。よし、いけ。あれ、シュタールが全然ヒットポイント減ってねえな。魔法効かないのか、こいつ。あ、プラズマ使ってきた。なんだこれ。あ、ダメージか、普通に。なんか、全体攻撃っぽいエフェクトだけど、大したことはない。こいつらはどうしよう。攻撃で1ターンで倒せれば、あ、攻撃してもいいな。毒粘液。毒粘液は特にダメージは入らないから、まあ毒にならなければ、なんてことはない。で、3戦目。おぉ、シュタールになってる。いつも、あの魔導機械みたいなのが1体だけだったのに。198か。全然雑魚だな。まあただ1ターンで倒せないこともある。1ターンで倒せるときもあるし、1ターンで倒せないときもある。微妙な感じだ。で4戦目はまたリミットを爆発させて速攻で型をつけましょうと思ったけど4回戦目でエピメテウス一体配置されていたか。かわいそうだなこいつ。いつも一体でどこかに配置されている。人が乗ってたらほんとかわいそうっすよね。俺一人でどうにかなるわけねえじゃねえかよ。結構いいアイテムを落とすな。ランゼルト遺跡。次は2階か。じゃあちょっと体力が回復したらまた2階をやっていきましょう。じゃあランゼルト遺跡地下の2階やっていきたいと思います。まあ回復はやってるうちに30になるでしょう。ということで、どなたを連れていこうかな。モッティ・フリオニール。このエクスデスはレベルが低いな、ちょっと。このティナはレベルがマックスだな。ティナ確かファイガーを持ってるんですよね。強キャラティナだと。うん、持ってるな。じゃあちょっとティナで行きますか。ボスが出てくるところになると、魔法キャラじゃなくてパワーキャラの方がいいと思うんですけど。ねえ、機械には心がないの？ないよ。そうだな。機械に心があるなんて聞いたことがない。それじゃあここの機械はどうして私たちを攻撃してくるの？そういう風に作られたからだろう、五大臣に。そうなんだ。なんかかわいそうだね、機械って。お前ごときに機械の何がわかる。余計な同情はしないでもらおう。魔導レーザー。てかまあ
1体で来るっていうところがかわいそうっすよね。絶対壊される運命にあるし。お、メデューサも一人で来てるか。こいつは魔物だから少なくとも意識はあるだろう。突然人間が6人押し寄せてタコ殴りにされて瞬殺される。いやー、すげえかわいそうだな。こちらファイが効くかな。ちょっと唱えてみよう。そしたらレインファイが唱えるのもありかもな。おー、ウィークネス、いいね。じゃあ魔法でいくか。やっぱりな、アンゼルムだよな。ちょっと火力が足りない。ルナもな、火力がないといえばないからな。やっぱり星5のキャラが欲しいっすね。誰か弱点じゃなかったか今。よし、次またこいつ一人で来るのか。かわいそうに俺が葬ってやろう。一旦じゃ殺せないけど。大体さ、なんでこの機械がこんないっぱいあるんだよ。今までこういうところ観光に来た人とかいなかったのかな。観光に来たら絶対襲われるでしょ。ランゼルト遺跡とか絶好の観光スポットっぽいけどね。なんか書いてあったな、漢字でなんか書いてある。なんとか政宗みたいな。最深部、あー、ここで最後かな。最深部ってことはちょっと強キャラを連れて行きたいけど、フレンドは微妙な感じだな。レベル60、レベル60だけど、これ多分あれだな、星4のレベル60でしょう。ちょっと見てみよう。あれ違った、星5だ。すいません、適当なことを言ってクリスさん申し訳ないです。でもちょっと一回見送る。セシル、いやセシルはパワータイプじゃねえからな。そうするとガーランド、バンもな、パワーキャラとはちょっと違う感じがするから、ガーランドかな。そうするとこれは何と読むんだ、騎王帝って読むのかな。ちょっと読めないけど、この人のガーランドを借りていきましょう。お願いします。遺跡の奥までもう少しだ。なんでわかる、お前は来たことあんのか。あいつの気配がする、とても怖い感じ。恐れるな、恐れは隙を生み死を招く。安心しろよ、何があってもヒーナー守るから。うん、じゃあ魔法でいこう。ブリザーがアンゼルムはエアロラにするか。ガーランド何かあったっけ、ファイガがある、いいね。まあガーランドは魔法戦士って感じかな。微妙に残ったか。このくらいの被害だったら大したことないな。骨は骨らしく死んでいるがいい。おお、ちょっと敵が多くなってきたな。3体いるときはやっぱり魔法を使っていきましょう。ガーランドが借りれたのはちょっとでかいな。どうしようかな。石にしてくるってことは風に弱い、適当だけど。こいつどうしよう、本当にやることがない。狙ってよ。ルナもな、基本攻撃キャラだからな、狙ってよ。別にエアロラに弱いなんてことはなかった。特念液、おお大丈夫だ。あれ、ガーランドもカウンター持ってる。何、グレートリザードが残ったか。そして毒になった。
ちょっとフィーナ減ってんな、いつの間にか。ケアルラをかけよう。で、ルナでポイズナをかけて。どうしようかな。アンゼルム、ケアルラかけとくか。どうせ、3人攻撃で倒せんでしょ。ほい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 と。ラスウェルがね、攻撃に参加すれば全く問題ないんで。次、ここバトル5個あんのかよ。かわいそうにこいつはまた1人で。きっと遺跡の中を1人で散歩してたんだろう。そこを突然襲われる。まあ、刀振りかざして散歩してんのも変っすけどね。でもまあね、こういう人間が襲ってくるから刀の一つでも携帯しとかないと。またかよスカルジャーかわいそすぎる。完全に遺跡泥棒だなこいつら。遺跡嵐か。遺跡に乗り込んで人の死骸を破壊する。さあボスだね。あれ、常闇のベリアスではないか。おお、お前たちか。まさかこの場所で会うとはな。なんか普通の通路であったな意外だったか。結構簡単だったぜ、お前の足跡を追うなんてな。ふん、虫けらの追跡など誰が気にするか。その手に持っているもの、それがお前の目的だったというわけか。それを知ったところでどの道、お前たちはここで死ぬ運命だ。私たちは死なないもん、逆にあなたをやっつけてやるんだから。せめて安らかに眠らせてやろう。我が闇の中で永遠にな。ラスフェル、フィーナ、来るぞ。まずはアイブラ。見ましょう。アイブラチェック。あれ、弱点がある。光に弱い。バニッシュ使おうじゃ。オール無効だね、ステータスは。じゃあ、とりあえず一旦バブルシャワー。で、フィーナはバニッシュ。闇に強いから闇の魔法とか持ってないしね、そもそも。ガーランドはパワーブレイク。暗黒ガール。で、一旦ゴーしよう。いつ当たってんだか、さっぱりわからん。さっぱりわからんが結構当たってんな。明鏡411。おお、ちょっとか弱いフィーナを狙ってくるとはなんてやつだ。フィーナ確かケアルダを覚えたんで自分で行こう。でフロストシュート、あとなんか攻撃でいっかここに来てめんどくささがやった。なんか余裕で倒せそうっていう目処が立ったんで投げ払う。これ全員か。全員だね。お、また来たか。ケアルダを2回かける必要があるな。ガーランドの反撃すげえなアンゼルムはケアルラで、フィーナもケアルラと。そう、ケアルダはね一人なんですよ。で、ルナはダイヤモンドダストを使おう。全然使ってなかったからな、召喚獣。あとは攻撃でよくね。ということでまずダイヤモンドダストを打ちましょう。ダイヤモンドダストー1346。まあまあかな。全然攻撃より弱い召喚獣ってどういうこっちゃ。グラビデは半分減るかんな。クラウト、おわ、食らったか。そこで明鏡で叩きかける。なるほど、なかなかいい攻撃方法をしてくるではないか。しかし今星5となったレインとラスウェルのレアリティに勝てると思うな。こいつら突然強くなった。一体何をしたんだって思うだろう。あ、膝をついた。やったか。いや、まだだ。ヒットポイントがある。ラスウェル、ヒットポイントゲージを見るんだ。まだ生きているぞ。私に膝をつかせるとは。ここでの目的も達し、わざわざ虫けらを踏み潰す必要もないと思っていたが、え、まさか、本気出す？いいだろう、私の全力を受けてみればいい。そういうことか。
明日から本気出す、そういうタイプだな。スーパーサイヤ人、おお、スーパーサイヤ人化した。青い、スーパーサイヤ人ゴッドか。な、今のは全力じゃなかったのか。まだこんな力が、こいつはちょっとやばいかもな。ちょっとね、ちょっとだけだよ。断罪の刻印。これはイベント戦？おお、ガーランドが一番かわいそうだ。う、こいつらに呼ばれてきてみたら、なんで俺がこんな目に遭わないといけないんだ。やられてる。レイン、ラスウェル。う、だが力を使い果たした。ここは撤退せざるを得ないな。愚かな、全然元気だし、すべてを忘れ愚人になり下がったが、だがいずれ思い出すはずだ。その時お前が立つ場所は果たして彼方かこちらかみたいな何を言ってるの。頭がおかしくなったの。いや、どちらにしても些細なことか。スーパーサイヤ人が解けた。今はただクリスタルを破壊しよう。だいたいさ、ここでとどめを刺さないっていうのがさ、甘いよね。それとももうとどめを刺したと思ったのかな。行っちゃった、助かったの。ほら結構元気じゃん、立ち上がったよまさかこれほどの力の差があるとは。いや、イベントっていうのはずるいよね。しかし、なぜベリアスは俺たちを生かしておいた。とどめを刺すまでもないと思ったのか。それが奴の甘さだ。そうかもな、悔しいぜ、ここまで完璧にやられると。だけど、どんな理由があったにしろ、俺たちは生き延びることができたんだ。生きていれば再生のチャンスはある。いつまでも落ち込んでいられるか。うん、そうだよ、頑張ろう。レインなら次はきっと勝てるよ。その根拠のないことを言うのはやめてもらいたい。相変わらずお前たちは前向きだな。だが今はその明るさに救われる。よし、予定通りにディルナド大陸を目指すぞ。クリスタルを目指せば必ずまたベリアスと遭遇するはずだ。ああ、その時こそ今日の借りを返してやる。グッジョブみたいなグランシェルトの騎士として。グランシェルトはさ、この二人が一番強いの。おう、トゥービーコンティニュー。ここまでか。まだ配信されてないんすね。なるほど、途中でもう出しちゃったわけね。やばい、開発が間に合わない。でも今日出すっていう言っちゃったからなとりあえず To be continue でごまかそうそんな感じかな。まあスクウェアの人たちには申し訳ないけど。あんまり経験値くなかったな。よろしくお願いします。君のガーランドをめちゃくちゃにしちゃったよ。あーで、探索が出てきて、ストーリー的にはもうこれで一旦終わりですね。なのでじゃあまたちょっと配信を待たないといけないっていう感じですね。まあ、召喚獣のラムとかも、まだ実装されてないみたいなんで、次のなんとか大陸がじゃあ大型アップデートの時に配信されるって感じですかね。というところでじゃあ FF は一旦これで終了して、また新しい物語ができたらやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。